じゃあちょっと、アキさんせっかくなんで、ウンさんのインタビューのもとお話ししていただいたりとか、まあ実況解説など。なんか僕みたいなバンピーがこんなね、神様みたいなウーさんと、今日は、四国からわざわざ来ていただいてありがとうございます。あ、いえいえ、とんでもないです。こちらこそ、なんかその、いつもここでなんか喋ろうと思ったら途中で呼び出してくらって試合行ったって聞いたんで、あ、いえいえ、まあ、どういったことで途中で喋ろうとしてたか全然わかんないんですけど。あ、そうなんですか。俺も何聞かれたかちょっと覚えてないなるほど、はい、なんかコメントで四国の何県ですかというコメントあるんで、ちょっとそこから行きましょうか。四国の左上の愛媛県から来ました。はい、左上、確かに左上、右上、右下、左下選べますね。4通りなんで左上です、まあ、ある意味分かりやすい、はい。さあ、今日来てなんか関西に来ていただいて、まあ、このサーティーとかこの流行り方とか、まあ、いろんなプレイヤー来ていますが、はい、何か思うこととかありますか？いやですね、愛媛には残念ながらクライマックスの方は1台も置いてなくてですね。クライマックスが置いてない。はい、ね、なんで、ゲーセンでこうプレイするっていうことが、まあ、もうできないんですよ。あ、なるほど。はい、で身内も、まあ、いるんですけど、格ゲーの、はい、13勢が1人もいなくて。あ、なるほど、はい。でも、熱帯でシコシコやるしかなくて、で、まあ、なんか長パーさんとかと知り合いになって、なんかこういう大会があるよって知ってで来た感じですね。なるほど、はい。まだまだもうこう、ね、大会に来ていただいて、本当に今日からありがとうございます。いやいや、もうやっぱ大会の雰囲気がすごく良くて、ね、もう盛り上がりもすごくて、あ、もうこんな環境があるやっぱ都会は本当羨ましいなって思いました。そうですね、はい、まあ、はい、まあ、この関西の方もこの台東ステーションができたのがまだつい最近でして、はい、まあ、今まで関西でもまあサーティーを対戦する場所が結構悩ましかったので。あ、そうなんですか。そうですね、よ、まあ、いいゲーセンを本当、まあ、できてよかったですね。あで、サーティーの対戦はもう本当どこの県の方 もう対戦ができないっていうの で、はい、そうですね、ゲームは面白いけど対戦ができないっていう状態ですね。あ、なんか枚数が少ないからなかなかないんですね、ゲーセンに。あ、残念だ。面白いゲームなので本当残念だと思います。まあ、ただまあ四国でもまああんまりもう熱帯メインでやっていたということですね。そうですね、熱帯メインで、で、泉さんっていう方が徳島にいらっしゃるんですけども、はい、で、トモさんにそこの人でオフ対戦会をやるっていうのを聞いて、はい、呼んでもらって、で、そこで仲良くなってみたいな感じなんで、四国で初めてできたそのフレンドが、はい、あいつの泉さんですね。あ、なるほど。ではもう2人、まあ、2人でもう対戦していたといった感じですか。まあ、その時だけですけど、まあ、その後も、ね、熱帯で何回か対戦していただきました。はい、なるほど。近くなんで快適です、はい。まあ、そうこう言ってるうちに浜谷の K ダッシュがこれ2ゲージ最大コンボか決めていますね。あ、決めてますね、これ。あ、これ高い。もうこの状態、まあ、お互い地方対決、先にコンボ決めた方が有利だが、あ、投げに行ったけど、あ、投げに行って、お互い投げに、お互い投げていった感じですね。そうですね。ここからはさあ、先に、あ、逆に行っちゃった。さあ、先に大将が出てきたのは P。 あ、さあ、ベニマルといえば空中雷神剣だが、見せてくれるのか。見せてくれますよね。あ、香川にはあるのみたいですね。なんかマックスプラザかわからないですけど、なんかあるらしいです。愛媛にはでもないです。なるほど、はい、そうですね、そこを強調します。愛媛ではないです。まあ、ないっていうのはもうやりたくてもできないですから、ね、そうですね、どうしようもないです。もうそれは本当辛いところです。はい、はい、そうです、松山市です。なるほど。まあ、じゃあ試合の方ちょっと見ていきましょう。はい、対象対決ですね。まあ、ゲージ差はバイスが残るドライブ50といった感じ。あー、難しいです。さあ、バイスが駒投げをずっと決めてるイメージがあるが、ジャンプが刺さるが、ないです、ね、ちょっとダッシュを入れ込んで D サイドをやりたいところです、ね。はい、おっと、今のもコンボ選択はまだいっぱいあったと思うが、あ、飛びが刺さる。おっと、これはゲージは安定コンボを決めて、あっさり体力は追いついた。飛ぶぐらいですね。怖い。お、あああ、なるほど、なるほど、ガーキャン対策で EX ライジンなるほど、なるほど、すごいですね、今のは。今のはなかなか熱いですね。はい、瞬間的にあんなことをよくできますね。もう心境的にはガーキャンやりたいですからね。はい、
また納得いかれ負け方したんだけど。ハマタイは納得していない。アッキーさんにまだハマタイからのインタビューあると思うんで、マイク持ってもらいましょう。うわー、腹立つ。こいつぶっ殺すわ後で。お疲れ様です。まあまあ、でも俺その前に落としちゃってるからね。次タキさん、あ、タキさん出番です。まあ結果としてネタにはなったかな。いやー、十分今のは盛り上がりましたけどね。いいですよ。結局まあ笑いが取れたという意味で OK でしょう。はい、あ、 OK です OK です。そうですね、今のは。うっ、あ、ちょっと待ってくださいね。はい、もう一度お願いします。うーさん、後半片手プレイですか。片手見たいの。見たい。いや、いいけど、あの視聴者の方がなんか楽しみにしてたらちょっと悪い感じがするので、まあ、片手でもいいならこのコメントでください。ちょっと多かったら検討します。あれ、うーさんの片手プレイ見たいという方は挙手お願いします。今からこの試合の間受け付けます。どうしようかな。5票以上集まったら片手プレイかな。1,2,3,4。うーさん普通に動かせますよ、片手。5、はい、6、はい、片手お願いします。あー、ちょっと待って、割れた。強い人のガチも見たいっていうのもあった。あー、うーさんの両手でガチが見たい。ちなみにあのガチの方がいいなって方も挙手願います。さあ、その間に試合の方は見ていきましょう。あのコメント拾いはね、いますのでね。コメント拾いというか、まあ、この間コメント見る人はいますので、まあ、ガチ、まあ、大体半々ですね。これは難しいところ。じゃあ普通で、ね、じゃあすいません、あの皆さんご協力ありがとうございます。せっかくですので普通にやってもらいます。そうですね、片手プレイ配信みたいな感じで。そう、あ、確かにウェブカメラを用意してウーさんの片手プレイ、手元を映しながらという具合でやっていきたいと思います。はい、さあ試合に戻っていきたいのですが、これはたくさんの量が見立て中ですね。そしてまた後剣からダメージを取って圧倒的に優位な状況ですね。さあ、またしっかり、さあもうここはゲージを使って EX、 これだからとはディレイをかけすぎた。もう完全にこれはもうピーちゃんが終わってしまう。これはそうですね、スパキャンしっかりと決まってしまった。はい、これはタキさんが3立てと、お見事です。もうあれでした、今一方的でした。はい、あの完全にあのピーちゃん以下略でした。ざまあみろと。キャラ合わせなんかして甘えるからな。そうですね、地味に後ないんですよね。あ、ただ、今助っ人枠の方が今2人増えてますので、まあまあね。あ、ちなみにあの次は、うん、ロト君で合ってる。さあ、そして本日の遠征者その3ですね、順番的には。まあまあ、キリさんと共に北海道からやってきました、アナミックス、あ、間違えた、ロトミックスさんです。激しい。いや、もう自分でアナル越しに言うてますからね。チン越しじゃなくてアナル越し。大丈夫大丈夫、公式とかじゃねえから。これもこれひっくり返したら大変なことになってますからね。名前ひどいわ、これ読み上げませんわ。え、これあの読み上げやってもらっても結構ですよ。はい、いやー、ちょっと そこはあえてやるときます。
ですね。いやいやいや、これはでもあれですよ、某東京のゲーセンでは、あの初期さんに読み上げてもらうためだけにその名前で出るっていう人がいますからね、そういったプレイヤーネームで。どうも、あ、それは初期さんがね、あ、初期さん言うたがね、某プロがね。いましたね、以前紅白戦であのバネッサシリーズで出られてた方がいたんですが。おっと、試合の方は今ロト君の陣、先方陣がまずは滝さんの先方の両を倒したというところですね。今先方情報戦、さあだが今度は乗っかっていく、ジャンプ D が刺さって、滝さんが取り返していくと。さあここで地方戦、体力がほぼ5分、ゲージ状況もあまり変わらないですね。あまりないです。はい、さあ今のめくりはやはり見にくい。あー、あー、ここは EX オロチ投げでダメージを取っていく。はい、さあしかし今度は市内から画面端を取っていくのは滝の空手。さあだがここは使っていくが、まだ残る、ちょっと怖いが、ジャンプブタもこれが強いんですよ。そうですね、やっぱこれはオフでもやっぱ見えません。え、そんなんがある、今の状況ですけど、今のコンボ戦略で小突きで最後締めてましたが、 2P の対面状態だと弱モモログルマがあの裏に回らないんですよ。 1P の強であの対面の相手に画面端で弱オボロやると裏に回って悲しみを背負ってしまいますが、まあ、今日あの 2P の強だと弱オボロが通常通りヒットするので、弱オボロ弱75式といけるので、僕自分の出番になりました。うまいですね、最後。はい、お後がよろしくねえよ。というわけで、はい、A チームは